それではインストラクターの、練習です。はい、研修です。覚えてください。研修っていうか養成ですね。はい、お客さん、松村先生、お客さん、どうもお願いします。今日予約した松村と申します。はい、医療体験でございます。医療体験で膝痛いんですけど、どうしたらいいですか。膝痛いは気圧になりますので、このお医者ボッカーはどうやって使ったらいいですか。ボッカーですね、ボッカーはなんかゲスト用なので、そちらにお使いいただければお使いください。はい、こちらゲストでましょうか。はい、これでいいですか。はい、鍵暗証番号ですか。暗証番号はそうですね、できましたって言ってる。できた、できたみたいよ。なんかすごいね、この客。暗証番号覚えてます。暗証番号難しいね。暗証番号難しいね。忘れません。私さ、対応したことないよ。勝手にやってくれてるから。笑ってるし。なんかクラスレッスンとかっていうのはどれくらい時間あるんですか。そうですね、平均で60分から90分あります。60分から90分もあるんですか。そんなクラスないです。1時間ごとです。だいたい45分です。そうですね、これからどんな内容に、まあ、なるほど。なんかこの図を見ると12の針から始まって45分で終わるって感じですね。はい、毎時間、わかりました。いろいろありますね。じゃあ、はい、希望するものはございますか。なんか初心者キックボクシング。じゃあそしたら、まあ、ご案内いたします。これから、まあ、今から始まりますか。あ、じゃあ初心者ボクシングちょっとやって。じゃあこれから写真を撮っている場合には、まあ、講師はこの方ライナーさんです。はい、今日よろしくお願いします。はい、では早速なんで、まあ、マンツーマンで教えてあげる。マンツーマンじゃなくて、あの他の人もいるみたいです。なんかいますよ、ここに。ここにいる。はい、はい、すいません、私も参加なんですけど。ダメですか。これこの方今日いる方全員で。今日は3人いるみたい。3人全員で、はい、お願いします。全員なので、はい、皆さん正しくやっていきましょう。はい、お願いします。だから全然いやいやいや意地悪だ。